次の試合に向けて、まあ、レイナ選手が欠場になりましたけれども、ご自身としては、まあ、この、まあ、短い期間になるのかなというのは、どういう調整をされているのか。そうですね、アナスタシア選手がすごい結構蹴りとかも混ぜてコンビネーションが多彩な選手なんで、そのコンビネーションの速さに対して、まあ、自分の動きをしっかりしていくっていうような動きを練習しています。当初寝技の選手っていうイメージ強かったと思うんですけれども、まあ、戦ってみたら打撃もかなりできてるっていう感じはしたんですけど、評価はどうでしょう。そうですね、前回の試合だと、まあ、ほとんど打撃のシーンしか見れなかったんですけど、多分寝技もしっかりとできる選手なので、多分レナ選手よりも面白い試合ができるんじゃないかなって思います。寝技の展開でもしっかりレベルの高い攻防を見せられるんじゃないかなって思います。1ラウンドでレナ選手が、まあ、蹴りも決まったりとかで、まあ、ダウンリーグのシーンがありましたけれどもあそこからこう回復してきた彼女の強さっていうのはどういうところですか。そうですね、やっぱり、まあ、精神力も強いしスタミナがしっかりある選手だなって思います。3ラウンド通して自分のやりたいことを徹底してやるっていう動きができてたなって、まあ、正直なところレイナ選手と、まあ、アナスタシア選手とこう どちらかっていうのは思ってます。まあ、勝ったのはレナ選手なので、はい、レナ選手かなとは思ってたんですけど、はい、まあ、試合見てみるとアナスタシア選手の方が多彩だなっていう印象はあります。どっちの方が良かったですか。やりやすさってことやりやすさはレナ選手の方がやりやすかったなとは思います。取りやすい。そうですね。はい、アナスタシア選手に対してはどうまだ寝技が前回の試合では未知数なところがあるのでそこが少し怖いかなって思います。自身としてはどういう展開をが理想の展開だと思います。やっぱりやることは変わらず自分がテイクダウンして上取ってパスして攻めて決めていくっていうのが理想かなって思います。まあ、その作戦は、ね、言えないと思うんですけれどもご自身の中ではフィニッシュまでの行く流れっていうのをいくつかも用意されている感じですか。そうですね、パターンは何個かあります。こう桜庭さんとこうと教えてもらったりっていうのは大きいですか。はい、そうですね、それもすごい大きいので楽しみにしててください。アームロックが、はい、アームロックで十字も見せられるかなと思います。さらにこう進化している感じですか。そうですね、練習の中でもすごい意識することも増えてレベルが上がってるなと